はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいまおしょげに来ておりまして、もうお店ね、後ろには見えているんですけれども、こちら、はい、バーガーバーガーさんにお邪魔しております。こちらのお店ですね、昨年の10月にオープンいたしまして、今日はね、こちらのバーガーバーガーさんの人気トップ3のトッピングをあえたハンバーガーをね、いっぱいいただいていこうと思っております。今ね、もうすでにメニューの方は作ってもらってるんですけれども、店外の方にね、めちゃめちゃいい匂いするんですよ。だいぶね、腹ペコなんで、早速食べていこうと思います。行ってきます。はい、ということで本日は押上げにございますバーガーバーガーさんにお邪魔しました。こちらは牛肉 100% を使ったパティを使用しておりまして、基本のハンバーガーに好みのトッピングを加えるようなメニュー構成になっているのですが、本日は人気トップ3のトッピングメニューと限定のハラミバーガーをいただいてまいりました。はい、ということでただいまね、店内の方に入ってまいりまして、今回いただくメニューがこちらでございます。今回のメニューは先ほど説明した通り、お店の人気ナンバートップ3のアレンジメニューを加えたハンバーガーを2個ずつの計6個、数量限定で出ているこちらのハラミステーキのハンバーガーの計7つをいただく予定となっております。はい、とりあえずお腹空いたんで食べたいと思います。それではいただきます。とまずちょっとこちらの1位の方から、よいしょ、ベーコンチーズ卵の3種類ですね。めちゃめちゃうまそう。うまそう、いや、うまそう。もううまわ、うめえ。お肉、パティのね、肉汁もすごいし、このね、バンズのカリカリっとした食感、これがうまいわ。うん、うん、1位、うまっ。うん、バーガー自体はね、結構厚みもあって、肉汁がサラッとしてるのか、食べ応えあるけど重くなくて、男女関わらずね、こう満足してサラッといただけるようなうまいハンバーガーなんて。続いてこちらの第2位のハンバーガーですね。2位がアボカドチーズでございます。これはね、確実にうまい、間違いない。うまっ、俺うめ。間違いないよ、鉄板の組み合わせだね。マヨネーズっぽいのも入ってる感じ。入ってます。ちょっと酸味はあるけど甘みもあって、結構ねまろやかなんですよね。だからこんだけこうマヨネーズ多分上ね、すごいんよ。多分チーズと一緒にマヨネーズ加わってるみたいで、ごめんね、食べかけで。こんな感じでだいぶね、チーズもったりのしてるんだけど、全く重さはないです。またアボカドがね、いい。うん、うまっ。タルタルか、タルタル、タルタルです。うん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 、僕はそうなんですけど、視聴者さんの方も結構いらっしゃると思いますが、このグルメバーガーっていうのかな、いわゆるこのチェーン店のハンバーガー以外のこういった手作りのようなハンバーガー食べる機会少ない人って結構いらっしゃると思うんですけど、マジでね、ちょっと世界変わるから一回食べてみてください。もう別物のハンバーガーだから、マジで。3位マジで想像つかないですけど、
見たことないとか聞いたことない。3位がこちらの牛そぼろチーズなんですよね。ハンバーガーの牛そぼろって全然想像つかないんですけど、ちょっと食べよう食べよう、よいしょ、いただきます。あ、うまっ、うん、あ、うまっうめっ。上のソースがね、牛そぼろ用なんですけれども、照り焼きともまた違うし、牛のしぐれ煮とかのその間みたいな甘みもあるんだけど、ちゃんと洋風になってて、これがね、すごいハンバーガーに合いますね。初体験かもしれないです。うまっ。で、あのね、ハンバーグだから、もともとひき肉じゃねえかって、そぼろじゃねえかってつくも人もいると思うんですけど、固めてるハンバーグと上のそぼろのやつで全然食感違うから、これね、いい。初めて食べたけど、めちゃめちゃうまい。あっ。うまっ。うん、うん、そしたら続いてこちらかな、種類でいうと最後なんですけれども、こちらが数量限定のハラミバーガーでございます。このハンバーガーに関してはね、ひき肉とかのこのパティじゃなくて、マジで肉っす。いただきます。まあ、うまシンプルだけどうま。中の具材は本当にそのハラミのステーキとトマトだけなんですけど、赤身の部分なんで、油分も他のに比べてやっぱ少ないですし、なんかね、ちょうどいいのよ。多分これレタスとかがあるとちょっと邪魔かもってぐらい、一番ねこのトマトだけっていうのがバランスいいですね。これもつけた方がいいですね、ソース。なんだろうこれ、あ、一気にか、うまっ、うまっ、うめえ、何食うか悩みますね、来たら全部目は取っときたいな、こっちあ、牛肉ってうめえな。いいっすね。うまうん、1位分厚いぜ。うん、ほんまだね。
私はこちらのハンバーガーが最後の1個でございます。早い、ほんとね、なんか食べやすいから結構スルスルいっちゃうね。このタルタルがうめえタルタルめちゃめちゃ合いますね、やっぱり。これ知っちゃうと、普通のファストフード店行けないですね。なんか物足んなくなっちゃいますね。そしたらこちらが最後の一口でございます。うんうん、もうもう、あ、もっと、ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、人気トップ3のハンバーガーを6つと限定のね、ハンバーガーもいただいて全て完食いたしました。やっぱりね、グルメバーガーめちゃめちゃうまいですね。メニューはね、まあ基本のこのハンバーガーにトッピングを加えるような形になるんですけれども、ベースがね一緒でもやっぱりトッピングとかそれに合わせたソースなんかも作られているので、メニューごとにね全然旨味が違いました。これね、普通の方が来たらまあ1個しか食べれないと思うんでね、いろいろ悩むと思うんですけれども、ぜひね、このハンバーガー食べてみて、気になった方はね、この通い詰めて、自分の好きなトッピングを見つけてもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。